ライオネル・ホリンズは、アメリカ合衆国の元バスケットボール選手で指導者。カンザス州アーカンソーシティ出身。現役時代は、アメリカ男子、プロバスケットボールリーグ NBA のポートランドトレイル・ブレイザーズなどで活躍し、引退後は、ロサンゼルス・レイカーズのアシスタントコーチなどを務めた。ブレイザーズ時代着用していた14番は、永久欠番になっている。アリゾナ州立大学から、 1975年のドラフトで NBA のポートランドトレイルブレイザーズに一巡目6位で指名され入団した。5シーズンをプレーし、1年目は NBA オールルーキーファーストチームに選出された。2年目の1976から77シーズンに優勝を経験し、次のシーズンではオールスターに出場。1978年、79年と2年、 連続で NBA オールディフェンシブチームに選出された。彼の番号14は、ポートランドトレールブレイザーズの永久欠番となっている。主な通算成績は、7809得点、3006アシスト、1053スティール。1990年から2年間 CBA でアシスタントコーチを務めた後、1988年から1995年まで、 NBA のフェニックス・サンズで、コットン・フィッツ・シモンズの下で、アシスタントコーチに就任し、NBA でのコーチングキャリアをスタートさせた。バンクーバー・グリーズリーズ1990年、バンクーバー・グリーズリーズの暫定ヘッドコーチに就任し、18勝42敗と大きく負け越し退任した。2004年に、グリーズリーズが本拠地をメンフィスに移した後にも、暫定コーチを務めている。 メンフィスグリズリーズ2008から09シーズン、ミルウォーキーバックスのアシスタントコーチを務めた後、2009年、メンフィスグリズリーズに3度目のヘッドコーチとして就任し、2009から10シーズンは、勝ち越すことができなかったが、2010から11シーズンは46勝36敗、第8シードで、プレーオフに進むと、NBA 史上3度目となる8シードが1シードを、 破るというアップセットを成し遂げ、セミファイナルへ進んだが、オクラホマシティサンダーに敗れている。2011から12シーズンは41勝25敗で、フランチャイズ最高勝率62.1%で、第4シードでプレイオフに臨んだが、ファーストラウンドで第7戦で、ロサンゼルスクリッパーズ敗退している。翌シーズンは、フランチャイズ記録勝でプレーオフに進んだが、 カンファレンスファイナルでサンアントニオスパーズにスイープで敗れ、その年にクリズリーズから契約は更新しないと発表され、退団した。ブルックリンネッツジェイソン・キットのミルウォーキーバックスへの転籍に伴い、2014年7月2日、ヘッドコーチに招聘された。2014から15シーズンは38勝44敗ながら、チームをプレーオフに導いたが、 翌2015から16シーズンは開幕から大きく出遅れ、2016年1月10日に解任された。ロサンゼルスレーカーズ2019年7月31日、ロサンゼルスレーカーズのアシスタントコーチに就任した。ありがとうございます。